おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さあ今回はですね、アップデートが来ました。まあめちゃくちゃいろいろ来ているので、早く動画作りたかったんですけれどもね、ちょっと予定込み込みで、今何時だろう、もう日またいでるんじゃないかな、これちょっと多分、あ、もう日またいでますね。もう3月21日になっちゃってるんですけれども、ちょっとね、ようやく作っていきましょう。本日のアップデート解説でございます。ちょっとね、マイクが今ないので、いつもとね声違うかもしれないんですが、ご容赦願います。ってことでやっていきましょう。めちゃくちゃいろいろ来ております。さあまずはですね、嫌なところから見ていきましょうか。サカツクスターズ交換終了になります。はい、これね、まあ行ったり来たりいろいろありましたよね。もう搭載しないから金コイン使った方とか、ね、いろいろいたと思います。はい、もう見んときましょう。はい、終わりです。はい、ってことで、次からですね、3つマスターリーグ搭載、レジェンドマッチ、そして新選手ですね。マスターリーグからいきましょう。こちら、難易度の高い新リーグマスターリーグ、そしてですね、まあ、それに伴ってマスタースーパーカップといったものが開幕になりました。順位報酬でですね、能力アップ練習のレベル4だったりだとか、まあ、遺跡特訓チケット、まあ、覚醒特別コーチのレベル3だとかね、かなり豪華なものがもらえるリーグになっております。まだですね、私ちょっとこちら挑戦していないので明確な難易度わからないんですけれども、まあ前回追加されたやつが総合力8万5000、9万ぐらいあっても優勝確定じゃないぐらい難しかったので、まあ、今度のやつはね、もしかしたら今の私の実力じゃまだまだ優勝できないぐらい、強いリーグなのかなとかもね思ったりします。はい、あとはですね、まあ、スタジアムの建築許可証がもらえることによってより大きなスタジアムにねすることができます。これ結構嬉しいですよね。うん、で、カップ戦ですね、これは、リーグではなくてカップ戦、一番初めの優勝でリーグがスタジアム建設に対して星5確定スカウトチケットね、もらうことができます。これも嬉しいですよね。1回だけなんですけれども、まあ、一番初めでね優勝した時に、まあ、確定で 1人もらえるといったところで、こちらもね楽しみにやっていきたいと思います。はい、さらにですね、こちら前回も、あったんですけれども、遺跡特訓チケットのねテクニック強化、まあ、バルセロナがね今まで殿下の宝刀をついていたところが、それとねトラップマスター別で、新しく遺跡特訓のね、遺跡先が追加された形になっております。もうですねメンテナンス開けているので新リーグ新カップ、追加されているんですが、クラシックナショナルリーグ、そしてクラシックリーグの制覇が条件といったところで、まあ、かなりこの条件自体もですね、まあ、初心者の方からしたらレベルが高い、まあ、簡単にねクリアできるような、まあ、リーグではないので、うん、まあ、かなりここのリーグに参加すること自体もね、レベルが高いのかなと思わざるを得ないですね。うん、いやレベルが高い、全体的にですねめちゃくちゃレベルが高い、そして報酬も美味しいといったところで、早く挑戦していきたい次第でございます。そして何よりも次いきましょう、ガトゥーゾ追加。これはもうミラニスタは嬉しいんじゃないですか。もうこれミラニスタは嬉しいでしょう。はい、星5クラッシャーでございます。これはですね、ちなみに私個人の問題なんですけど、私クラッシャー一人も持ってないんですよね、星5のクラッシャー。ここでのクラッシャーはマジで嬉しい。うん、めちゃくちゃ嬉しいです。能力アップ秘密練習とかもね達成報酬でもらえるんですが、何よりもやっぱりね、また星5の選手、これもですね貫突させることで8800近くの総合値までなるので、うん、無課金の方からしておいたらもうここで取っておかなければといった、感じですよね。うん、ボーナス選手持っている方はですねスタメンで起用することで80、ベンチ起用で40、これスタメンでね起用することでかなり、楽に、まあ、手に入れることができるので、いやー難しいとこですよね。まあでもここにですね、変な話ここガチャ、回すよりはスタミナ回復に使った方が多分低いスタミナで、もちろんそのガチャ引けなくはなるんですけれども、より低いスタミナでね集められると思うので、むやみにねガチャ引くのはやめた方がいいかなと個人的には思います。もちろんね、今回欲しい選手いるとかだったら全然引いていってもいいと思うんですが、まあ、正直そうではないので、うん、まあまあまあ無理に無理に無理にって感じではありますね。はい、
さあレジェンドマッチの日程と報酬、こちら日程に関してはね1週間、まあ報酬に関しては、先ほども言ったような感じですね。ノールカップ練習、まあガッツーぞね、もうこれやばい、超やばい、語彙力がなくなるレベルでやばい。はい、ってことで、試合結果報酬としては、まあ、あんまり正直ねここは美味しくないかなと、まあってもなくてもそんな変わらないぐらい、まあ、お金もらえるのは嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、スカウトチケットに関しても星4以上確定と星3以上確定なので、まあ以上とは言いつつ出ることは多分ほとんどないのでね、まあまあって感じでしょう。はい、ってことで見ていきましょう。2500、5000、7500、10000でそれぞれもらえます。まあこのねここでの報酬もめちゃくちゃ美味しいので、まあガトゥーゾのみならずですね、もちろん GB ももらえますし、結構豪華なのかなと。ですね、1万貯まるごとに GB100 なので、この100をそのまま使ってねスタミナ回復とかしてもいいんじゃないかなとか個人的には思います。さあ能力値の方見ていきましょう。強い、8555と総合値的には若干落ちてますね。まあ、前回が強すぎた感もあるっちゃあるので、前回8800でしたよね確かね。あれ8500だったっけ、あ8500か。まあでもまあまあまあそんなですね、ガチャさん選手と比べたら初期ガチャさんより弱いぐらいかな。ただ特徴を見てほしいんですよね、超回復と強肩、しかもこれアンカーですからね、めちゃくちゃ強くないですか、めちゃくちゃ強い。はい、超回復があるのでスタミナダウンスキル食らってもですね、まあ前後半後半になった時にねすごい回復するしますし、そもそも強肩があるのでよりディフェンス能力アップしますし、これかなり強いですよね。中央突破のクラッシャー、例えばロス・コルチョネロス今使ってる方なんかはですね、無課金で使ってる方なんかはクラッシャーの位置もゴトゥーゾにガッツーゾガッツーゾガッツーゾになるんじゃないかなと思うぐらい、強いですよね。スキルに関してはですね、まあ、特徴で強奪者ついていて、まあ、タックルパスカットなんですが、タックルに関してはねこのリンギオがこちらおそらくタックルのスキルなので、貫突前提で考えるのであればもうタックルはね荷積みされてるので、ロングパス2個がいいかなと、またはパスカット1個とロングパス1個、っていうような積み方がいいのかなとか思ったりしますね。やっぱりね貫突したら1個スキル増えるので、その1個増えたスキルもね、念頭に入れて基本的にスキルは3積みしない方がいいと個人的には思うので、パスカット、ロングパス、またはロングパス、ロングパスなんかの組み合わせがいいのかなとか思います。でも強奪者もともとついているので、まあ、強奪者3積みよりは、ロングパス2個、コンダクター強奪者とかの組み合わせがいいのかな、ってな感じでございます。ってことであとはですね、まあ、先ほども言ったように 80% のボーナスがつくので、ここはやっていきましょうってことでですね、あとはトントンかな、同じ感じ。はい、さあそれでは最後ですね、新選手見ていきましょう。こちらですね、ででん、モラタ、モチューニョ、ジェリンスキーに、ジンチェンコに、マティップと、まあ、モラタから、まあ、野生の嗅覚持ち、もうねこのねプレースタイルマドリードの闘牛士、意味わからなすぎてね何も言えないんですけど、特に特徴がないです。特徴がないのが特徴です。大舞台に強いホーム、特徴も微妙、モラタ、モチューニョ、もう一のは結構いいですね、トラップマスターと精密機械、これ両方ついていまして、これですね、前回のピルロ同様の S ランク特徴ネズミのキャラですね。これまあ強いのか弱いのかって聞かれたら正直何とも言えない感じはあるんですが、ただトラップマスターなんでね、結構使いやすいんじゃないかなとは思うんですが、まあまあって感じですね。まあそれを差し引いてもガラスの右足があるので、補ってあまりありますよね。ここ別に大舞台に強いだったら絶対トラップマスターの方が 100% いいので、って考えたらねもう宇宙には結構当たりなんじゃないかなと思います。私結構欲しいですね、中央突破の司令塔めちゃくちゃ欲しい。私今司令塔コケ使ってて、コケが微妙なんでね、もう宇宙には引けたらなって感じです。でお次はジェリンスキーですね、テクニカルドリブラー、超回復アウェイと、まあ超回復はいいけどアウェイがどうかなって感じ。まあ特に特筆すべきないところはない。さあそしてジンチェンコですね、ジンチェンコに関してもね超攻撃サイドバックといったところでプロ意識が高い途中出場、まあ、スーパーサブではないし、総合値もね8779というところで、まあ、今回の中ではね、まあ、正直ちょっと微妙な方かなと。
まあスキルもスキルでって感じですね。今回追加された選手だとモチーノはね、個人的にも多分客観的に見てもいいかなと思うんですが、他はですね特徴とか見たら、まあ、そうでもないんですよね。マティップもまあまあいいっちゃいいんですが、ハードマーガー、フィジカルスター、超回復、デストロイタックルある、これがまあまあって感じかな。不屈の防波堤もね結構いいので、マティップ、モーチーニョあたりが今回のガチャではいいんじゃないでしょうか。ってことでですね、ちょっと流れ先っぽくなってしまったんですけれども、まあ、今回はこんな感じ。まあ、レジェンドマッチがね、とにかく来ているので、私ももう始めているんですが、結構強いですね。なんで皆さん頑張ってね、特攻選手ね、特攻選手引けた方はぜひぜひ使っていただいて、引けなかった方はね、多分ガチャ回すよりはスタミナ回復に GB 使った方がいいと思うので、うまい具合にねスタミナ回復して回せるときに回して、明日なんかねちょうど木曜日祝日なので、ちょっと無理してね周回めんどくさいけどやったりするといいんじゃないかなと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。共にね、貫突できるように頑張っていきましょう。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。